はい、皆さんこんにちは、浦岡です。この番組では皆さん気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介するのはプロが勧めるサバゲーデビューエアガン装備一式紹介、総額いくらということでご紹介していきます。はい、ということで装備編入っていきますけど、まあサバイバルゲームでやっぱ一番イメージするのは BDU でございます。バトルドレスユニフォーム、略して BDU ってね、まあ、戦闘服ですね。上下でなかなか普段着で着る方はねいないと思うんですけど、サバイバルゲームではまあ通常ね、まあ一般的には上下迷彩服着てても何ら問題はないので、というか迷彩効果がありますから、もちろんね、まあいろんな種類出てます。パドックで一応今ねすぐ一番量が多い安いやつを持ってきてみました。 BDU ジャケット、パンツセット、 MC カラー、マルチカモカラーですね。こちらパドック販売価格が4580円となっております。で、サバイバルゲームをするには絶対欠かせないものがございます。はい、こちら東京マルイプロゴーグルフルフェイスバージョン電動ファン付き。いやー、もうこれはまあね、ゴーグルっちゃもうこれです。今、他のもいっぱいまた出てるんですけれども、一番曇らなくてファン付き、もう最強です。パドック販売価格7744円。でやっぱね、こう BDU 着たら帽子も欲しいよね、同じカラーでね。ということでこちらがゴンドルタクティカルキャップ MC、 パドック販売価格が2980円となります。結構素手でやる方も多いんですけど、まあ極力グローブとかしといた方がいいです。やっぱ手ついてね、こう木とか小枝とかね、尖ってるものがねあったりするので、あと銃もね結構引っかかるところとかありますから、やっぱりグローブは大切です。メカニクスウェアファストフィットグローブ MC、 パドック販売価格が2280円。はい、そしてね今度こちらなんですけど、2つの商品がね今くっついちゃってるんですけど、この外側のこのパッド、このパッド部分とこの中に入ってるベルト部分は別売りなんですが、まずこのベルトの方なんですけれども、今度のタクティカルベルト MC、こちらねハンドガン用のポーチが2つ付属しております。パドック販売価格が4167円となっております。そしてこのパッド部分ですね、このねパッドがあるとね重い装備をつけててもね楽なんです、非常に楽なんです。で、先ほどハンドガンのホルスターをつけれるこのベルトがね、ここの下からねレッグホルスターのループをここに通して、ここからこうね足につけるという風なことができるので、こちらちょっと今回持ってきてみましたが、コンドルゲイン2パドルベルト MC、このパッド部分ですね、パドック販売価格が6336円。こちらね先ほどメインのねトップモードの方でマガジンが元からついてるやつが1本、多弾倉が2本の3本ね合計になるんですけれども、まあその1個はね入れてるからいいんですけど、2個どこに入れんのっていう話で一応ねポーチも持ってきてみました。コンドル M4M16K 用ダブルオープントップマガジンポーチ、パドック販売価格が3280円。この辺かな、この辺にポッとこうつけてもらう形です。そして使い終わったマガジンとかね、どこに入れんのよと、すぐポッと入れたい、時間があるときにこのマガジンポーチに戻すのはいいんですけど、もう戦ってる最中にねここに戻して戻してあーってやってる間に打ち返されちゃいますから、そういうのを防ぐためにもこのねパッとこう後ろの方につけといて、ポッとここに入れちゃうとか、まああとは何でもね好きなものは移動中とかちょっとどっか手を明かしたいなっていう時にこっちに入れてるとかね、いうのもできますけれども、こちらがコンドル3フォールドマガジンリカバリーポーチ、パドック販売価格が2663円。はい、そしてこちらブーツです。足元はねしっかりしてないとダメなんですよ。やっぱ森の中とかね、まあある程度の成長はされてるんですけど、やっぱデコボコしてたりとか滑ったりとかもあるので、しっかりしたねこうくるぶし以上のミッドカットでもいいので、こういう、まあ、トレッキング系でもいいですし、まあ普通のねもっとコンバットブーツっていうこう長めのやつもあるんですけど、まあ今ちょっとねパドックで、一番便利なタイプのこのダイヤル式ってやつですね、ダイヤル式タクティカルブーツ、こちらパドック販売価格が7480円となっております。はい、でここでですね、装備系の賞金が4万1510円となっております。はい、とここまでやってまいりましたが、メインのエアガン、ハンドガン、装備品、総合計が16万1202円と
なりました。まあまあまあ、サバイバルゲームをほんと一から何も持ってない状態で全てまあ専用品で揃えてみるとこのぐらいにまあなるのではないかなと思います。銃とかいろんな種類があるので、もっと抑えたいよっていう場合ももちろんできますし、あとはまあブーツとかね、普段から持ってるトレッキングシューズでもいいですし、 BDU とかも専用品じゃなくてもまあ汚れてもいい服装であれば基本的には問題ないので、その辺で最初もっとね、初期投資は抑えて始めたいよっていう方はもうちょっとね抑えることももちろん可能でございます。まあ今回は私がもし個人的に友人からもうほんと全て揃えてくれ、一から全部揃えたいんだ、後々ね、いろんなもの欲しくなるだろうなとか、オプションでまた付けられるようにとか、そういうのもね踏まえ選びました。まあ皆さんね、いろんなご意見あると思います。これはいらない、これはいる、もっとこれも欲しいんじゃないかとか、いろんな意見があると思いますが、一つね参考にしていただければなと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。